ご視聴ありがとうございます。この動画は、宇宙開発シミュレーションゲーム、カーバル、スペース、プログラム、を通して、宇宙開発を楽しむ動画です。1601年に、恩師である、ブラーエが亡くなり、ケプラーは、ブラーエの遺志を引き継ぎ、天体の研究に挑みました。ケプラーは、膨大な天体の、観察記録の中から、火星の研究に、研究対象を絞り込みます。そして、観察記録から、火星の軌道運動の法則を、探し続けます。ケプラーの研究方法は、火星の観察記録から、4月5日3時の火星の 1A、4月5日4時の火星の 1B、4月5日5時の火星の 1C、この3つの点を通過する、円軌道を探し出す、というものでした。観察記録と円軌道が一致するまで、何千回と計算していきます。気が遠くなる計算だね。計算しても、実は、法則がないかもしれないしね。一生かかって、法則を探し求めて、そのまま発見できずに、亡くなった人も、たくさんいただろうね。1602年、1603年、1604年、1605年。月日は流れる。うまくいかない。火星の研究を続けて、わや5年、何かが、間違っているのか？ケプラーは、発想を変えてみることにしました。コペルニクスの法則では、地球は太陽の周りを、円を描いて、回っている、円を描いて。もしかして、円ではないのでは？円ではなく、楕円？これで、計算をしてみよう。火星の観測記録と、ぴったり一致する。他の観測記録では、金星の観測記録では、木星の観測記録では、すべて、一致する。地球は、太陽の周りを、楕円を描いて、回っている。うおー。トゥトゥ、惑星運動の法則を発見した、うねびケプラーは、惑星運動の法則を発見したとき、こう、言ったと伝わっています。おお、全能の神よ。私はあなたの考えを、あなたが考え投げた通りに、考えています。こうして、1609年、代表作とされる、新天文学、を発表した。ここには、ケプラーの法則、の第1と第2法則が、掲載されています。1618年には、ケプラーの第3法則を発表。
これで、ケプラーの法則は完成しました。ケプラーの法則は、天体の観測記録から、数学の公式による、天体運動の法則を証明したことにより、多くの人々の支持を得ることができました。膨大な観測記録と、完璧な数学の公式から、業界も反論できなかったようだね。その後、ケプラーの法則は、天体観測や宇宙開発など、様々なところで利用されています。